問題は10問で、時間は各30秒です。左の正しい絵を見て、右の絵の1箇所間違っているところを見つけてください。すぐにわからないときは、動画を止めてじっくり考えましょう。今回は、カラフルで綺麗な色鉛筆の問題です。よく見て答えてください。この色鉛筆の色合いが違っています。第2問、色の鮮やかさにごまかされないでください。この色鉛筆の色合いが違っています。第3問、これはすぐにわかると思います。全く違う色の線が入っています。第4問、まだまだ簡単だと思います。この先っぽの色が違っています。第5問、かなり紛らわしいと思います。これも先っぽだけ色が違っています。第6問、これは簡単かもしれません。この色鉛筆だけ短くなっています。第7問、結構簡単だと思います。この玉の影がなくなっています。第8問、よく注意をしてみてください。
この玉の影が小さくなっています。第9問、よく見ればわかると思います。この部分がグラデーションがかかっています。第10問、かなり難しいと思います。この先っぽが少し長くなっています。はい、よかったらチャンネル登録、コメントもよろしくお願いします。